はい、アキラです。アプリリア RX125 ですね。これ最近ね、いろいろ不具合っていうかなんちゅうかね、そういうのに気がついてね、ちょっと修正したりしたんですけども、これね、タイヤ変えた時頃から気になってたんだけども、直進性なんですね。低速ではそうでもないんだけども、スピード出てるとね、ハンドルから手を離すと必ず右に取られるっていうのがねあったんですよ。ハンドル握ってれば全然気にならなかったんでね、とりあえずそれで乗ってたんだけども、その後ね、最近になってね、ウィリーの練習とかしてね、前輪を上げると必ず右に倒れるんですよ。これやっぱおかしいなっていうんで、どうもね、後輪が左に向いてる感じなんですね。で、ちょっと簡易的にね、どのぐらい傾いてるのかと思ってね、やってみたら、測ってみたらね、結構タイヤが左に向いてたんだね。これタイヤ変える時にね、チェーン引きのマークを左右同じ位置で合わせたんだけども、それが良くなかったみたいだね。チェーン引きのマークはね、別にあれを信用しちゃダメなんだね、このバイクはね。これ右と左でね、かなりね位置違う状態なんですね今ね。それでやっと直進するっていうかね、簡易的に調整したんでそんなに正確じゃないんだけども、ほぼねこれだと手離してもほぼまっすぐね直進するようになりましたね。これね、このマークが後ろから1234つ目と5つ目の5つ目のちょっとかかるぐらいかなっていうところなんだけども、これ右側はね、1234567 8個目なんだね。だからこのマークをね信じちゃいけないんだよね。これでやっとね手放しで直進できるようになったからね。それとね、最近になってね、このバイクね、ギアが入っている時はクラッチを握ればねセルが回るようになってたんですね。クラッチ握ってないと逆にセルが回んないっていうかね、そういう制御が入ってたんですね。それがね、クラッチ握ってもエンジンかかんなく、セルが回んなくなっちゃったんだね。で、いちいちニュートラルにしないとセルが回らないっていうんでね、非常に面倒くさかったんだけども、それはね、ここにクラッチレバーにスイッチがついてるんだけども、そこの接触不良ですね。これレバーを外してこのスイッチを出し入れするところがあるんだけども、そこに接点復活剤をね吹いてやったら、普通に復活しましたね。クラッチ握ればセルが回るようになりました。その辺の伝送品の信頼性はね、そんなにメッキの品質とかなんかそういうのであるのかな。これおそらく定期的にね、そういう接点復活剤とかを吹かないと同じようなことになるんじゃないかなとは思いますね。それとね、もう一つ、俺なんだかよくわかんないんだけども、テールランプの位置がねどうも左に寄ってるんだね。ホイールのセンターに対してね。これどうかね、タイヤのセンターとなんかテールランプのセンターが全然合ってないみたいに見えるんだよな。テールランプ大体結構左寄ってるよね。こんな簡単にフレーム曲がるとも思えないんだけどね、リアフレーム曲がるかな、これな。マフラーの裏側もね、なんかタイヤこすった跡があるんですよ。でこのバイクね、何度か結構激しく転倒もさせてるからね、マフラーが内側に入ってきちゃったのかなとは思うけども、あとね、これだね、これマフラーがね、多分転倒した時にこっち寄っちゃったんだろうな。これ思いっきりここをひっぱたいてね、少し戻したんだけどね、まだちょっと今一つだな。これフレームまで曲がったのかね、あのリアフレームがね、今よくわかんないんだけどね、マフラーの方はね、思いっきり引っ張ったり引っ叩いたりしてね、多少は外に少し戻したのかな。まあ、ただリアフレームは蹴ったり打ったりぶつけたり蹴ったり引っ叩いたりしたぐらいじゃ元に戻んない感じだから、これもフレームの方は元からなのかな、ちょっとよくわかんないよね。あと、まあ、別の動画でも上げたけど、これウィリーっていうかね、フローティングターンで思いっきりね、バイクを竿立ちにさせるとナンバー灯がねしっかりガツンと地面に当たってすぐ壊れるっていうのがね分かってね、まあだから同じもんつけてもねすぐ壊れちゃうんで、ちょっとフェンダーを短くしてナンバーを上に上げたんだけどもね、まあただリアフェンダー短くなっちゃったからね、これ泥跳ねはひどくなるだろうな。ということで、まあ最近のこのアプリリアの RX125 の近況でした。